堀くん、グスタボがメインなのは多分大方決まってるんでしょうけど、その子は多分、まあでもケラモフ元チャンプだし、セミか、楽しみです。楽しみ。ケージですかね。はい、そうですね。ケージなんだよ。ランドマークなんで。そうだ。まあ、でも変わんないかな。真島選手、ケージの方が絶対得意ですよね。ケージ使って、そうそう、テイクダウンですね。テイクダウンとか。CV、これはね、ライジンさん、本当、おー、そうきたかっていう。まあ、ケラモフ、早くないですか ?11 月にあんだけ負けして、そうですね、12、1、2、まあ、3ヶ月ぐらい ?3 ヶ月ないぐらい、母国で。いやー、あの KO のされ方はちょっと、半年1年コースですけどね。気持ちはもちろんすぐ試合したいの分かりますけど、そのダメージ的に。あ、ダメージ的に。あの負け方はちょっと、もうちょっと休まないとやばいんじゃねっていう感じはありますよ、正直。まあまあまあ本当悔しいし焦ってるでしょうね、うん、でそこに来たのが真島選手ですよ。本当に組が強い、あのこの前の横山選手の試合も遊びなし、もう隙見せず徹底してコントロールし続けるっていう展開だったと思うし、そういう寝技する選手なんですけど、もちろん打撃は全然ケラモフ、爆発力もうまさもあのテクニックに関しても全部ケラモフ。真島選手結構ちょっとまあ打撃に関しては多分苦手意識もあるだろうし、ちょっとまあどんくさい正直感じではあるんで、打撃は絶対部が悪いんですけど、こと組み技に関しては正直僕は真島選手の方が上なんじゃないかなと。ケラモフはどっちで行くんだろうな。これも始まって多分お互いこう肌触れ合っての感覚で決めるとは思うんですけど、まあ、普通に考えりゃケラモフは打撃で行きたいでしょうね。まあ相手は寝技の選手っても分かってますから、そうですね、そう、組まずセーフティーの方、セーフティーの方で多分勝ちたいと思うんで、打撃切って、まあ、テイクダウン切ってっていう感じなんですよ。で、相手がレスラータイプだったらね、それでなんとかなるんでしょうけど、真島選手ちょっと柔道ですよね、多分元。あ、柔道ですよね。あの、この前のあの横山選手のテイクダウンもいきなり足掛けテイクダウン、あの大外刈りみたいな、確か足掛けてのテイクダウンだったんで、触りさえすれば意外とそういう柔道スロー的なものでテイクダウンしていつもの流れにパターンに持っていける気がするんですよね。このポイントはね、テイクダウンするできるかできないかですよね。けども足が速いですよ。ステップワークも速いですし、はい、バックステップもね、ステップインも速いんで、真島選手がどこまで触りに行けるかなんですよね。難しいですね。これでも寝技の展開になったら俺、真島選手がマジでコントロールすると思います。はいはい、ワンチャン1本もあるんじゃないかぐらい、うん、それぐらい強いと思ってるので、僕は見た感じ。ただそこまでテイクダウンいけるかどうかっすよね。普通にいったらまあ10人中8人は多分ケラモフだと思うんですよ。真島選手がね、やってくれそうな気がするんですよね。言うてケラモフ、じわじわじゃなくて、スポーンってやっぱりステップに入ってくるんで、そこにズドンって前出て、触りに行って、でテイクダウンして、でもう、一生コントロールして相手消耗してみたいな、俺、そんな気がするわ。真島選手、判定勝ち、3ラウンド。終始寝技で圧倒。ただ、まあ、各ラウンド序盤なんかはヒヤヒヤする場面あると思う。はいはいはい、危ねえとか、うわもらっちゃったとか。だけどなんだかんだぐちゃぐちゃってなってテイクして、そこから残り4分3分半とかはもう独断所のコントロールっていう、うん、ただライジンなんでダメージ最優先だから、なんかね、3ラウンドのその序盤、まあ、俺の予想ね、3ラウンドなんか序盤のその
触るまでの時間帯で1回ぐらつかされちゃったりすると、ね、1ラウンドにぐらつかされたとしてあと全部コントロールしたとしてもちょっと判定じゃ勝つの厳しいルールなんで、ライジン的には、うん、そこだけ気をつけたいですね、はいはい、うん、で、まあ理想は、テイクしてコントロールしながら、まあダメージ与えるっていうのはいいんですけど、まあ、そういう感じの寝技しないから、まあ、うん、もしダメージ食っちゃった場合はもう決めるしかないですね。やっぱ一発もらったら 50% 持ってかれちゃう、はい、ポイント、確かに、うん、まあ、でも俺は真島選手の判定勝ちをだと思っています。はい、これね、痺れる痺れるなこの戦いは。これもいいカードっすね。まあ実力的には断然僕は芦田選手だと思いますけど、うん、やっぱり元チャンピオンですし、ディープの、はい、やっぱり何でもで、打撃もできるや、ね、組もそれでできるしっていう、うん、すごく完成度の高いファイターなんじゃないですかね。で、まあ怪物くんは打撃の選手ですよね、はい、うん、シュートボクシング上がりの、なんかでも結構大振りな打撃すぎるんで、あんまりもらわず芦田選手がコンパクトに打撃当てて、でスキャラをテイクして、今より MMA で圧倒するじゃん。一本勝ちとまではいかないのかもだけど、まあ、こっちは俺揺るがない気がします、芦田選手、うん、結構なんか鈴木選手の一発ドーンが結構イメージ的にはなんか確かに前回のね、膝に合わせた感じでも、でもそんなに、うん、なのかな、スピードもそんなにないですし、逆にああいうね、大味な打撃はやりづらいのかもしれないですけど、普通にやれば普通に芦田選手勝つような気がしてますね。世界的にこの位置の選手に八千代介どこまでやるんだって、引退した後のことを考えながら動いた方がいいよなんて言われることもすごく増えましたし、なんかもう現役中にビジネスやっといた方がいいとか、まあ、そう言われる年になったんですよ。ただ僕はまだ自分に期待してて、僕も UFC を目指してるんで、UFCっていう団体があって、そこの下のロードと USC1 位2位とか多分 USC 行ってると思うんで、契約してると思うんで、その本当一歩届かなかった組なんですよ。だからそういう選手に対して俺がどこまでやれるのかっていう、勝つ自信ありますし、うん、これぐらいの選手に勝てなきゃダメとも思ってるし、それぐらい今の自分自信あるんで、俺っていうのは何が強みでどう戦うのが一番いいんだっていうのが本当固まってきて、見えてきて固まってきて、そういう意味でまた今現状八千代史上最強最高のパフォーマンスを見せれると思うんで、